チャオ、あっちゃんです。2017年第3回3月のあっちゃんに質問コーナー。第11弾目。また2桁大台に乗りました。2桁大台というか11、大台に乗りました。ということで、ひよちゃんのところから行きたいと思います。タイマー30分。タイマー3、あれ?タイマー30分。30分。はい。ひよちゃんとか行きます。あっちゃんは映画をよく見ますか?うちは大好きで、休み前や休日は旦那と映画鑑賞をよくしています。あっちゃんの好きな映画を教えてください。できれば3本ほど知りたいな。よかったら好きな理由も教えてください。あっちゃんの好きな映画はね、あっちゃんもね、映画好きでよく見ます。で、あっちゃんの好きな映画はね、結局ね、何でしょう。いろんなジャンルが好き、その日の気分でね、好きな映画が変わったり見た映画が変わるんだけど、だからドタバタコメディが結構好きやったり、ホラー系が好きやったり、なんだろう、ドキュメンタリーなんか好きやったり、ファンタジーが好きやったり、恋愛物語が好きやったり、ロマンスが好きやったり、いろんな好きなのがあります。で、その中で一番やっぱり好きな映画何って言われた時に思い浮かぶのがバックトゥーザフューチャーの1です。はい、あれが一番好きやね。なんでかって言ったら、理由はね、ドタバタのコメディやねんけども、その中で見るたびに、もう何十回って見てんのに、何十回見る中にいろんなものが新しく見つかることがあるんでね。あ、こことここがリンクしてる、これとこれがリンクしてる。例えば簡単なところで言ったら、なんとかウィルソン市長かなんかが、時計台壊すって言って寄付集める紙をもらう。で、その紙をもらうことによってポケットに入れる。で、でそこに彼女と別れるときにサインして電話番号かなんか聞いた、ポケットに入れた。でそんなんで、で過去へ行ったときに、時計台のその紙があったから雷落ちてくる時間が分かるとか。で、あと2に引き継いだ時とかなんか忘れたけども、そこに彼女の電話番号があったことで彼女の家が電話かけられたとか、そういうね、一つしたことが次になんかいっぱいつながってくる、ああいうのが好きやったりね。で、ね、なんていうのかな、なんかどっかに種がまかれてて、新しく見つかるってこと、ああいうのがいろいろ新たな発見があるっていうのが好きで何度も見返します。それがバックトゥーザフューチャーのあっちゃんの好きなところで、あと2本ぐらいなんやろね、キャノンボールが好きやねんね。これも1ね。あれは何かだら、ランボルギーニカウンタックが好きやし、ランボルギーニのオープニングの時の歌とあれが好き、オープニング何回も見返したりすんねんとか、あともう何ってないストーリーの中でね、アメリカの端から端までただ単にレースするっていうだけのね、バカげた映画やねんけど、中それまたドタバタがあって、なんていうかな、いろんなことで仕組んだり仕組まれたりで、で結局敵対してた、なんだ、自然保護団体の人がキャノンボールに参加したりとか、ああいうのまたまたもうアメリカンチックなおちゃらけ的なところが好き、だから好きかな。あとジャッキー・チェンの映画が好き、特にねプロジェクト映画好きやねんね。ジャッキー・チェンの映画は好き、もうジャッキーのキャラクターとね、また吹き替えの石丸さんの声が好きで、だからほんまもうジャッキーイコールあの人みたいになっとるから、そういうとこも好きやったりね。でジャッキーちゃん一回ね、見たことがあるのよね、実際サーキット来ててロケで、その時にジャッキーも見ててね、その人すっごい気さくさっていうかね、すごいいい人っぽかったのが好きでね、だからジャッキーチェーンも好きです。だからそんな感じ。あとね、面白いのがね、バックトゥザフューチャーにつながるぐらいあれとこれがリンクしててドタバタ系のホラーやねんけども、あれが好きやね、ファイナルデッドシリーズ、ファイナルデッドコースターとか、ファイナルデッドサーキットとか、ファイナルデッドサーキットとかファイナルデッドブリッジとか、あの辺のね映画も好き、ちょっと怖いけどもね、何が好きやったり、あとねクリスティンで、クラシックカーが命を持って持ち主のためになんか
持ち主が好きになってくるのかなんかやんだけど、車と人との恋愛映画みたいな感じになってて、でその人を苦しめる人を、ね、倒していくみたいな、車がね、なんかちょっとホラー映画でも好きやったりね。あとね、スターウォーズがね、今頃になって好きになった。昔ね、スターウォーズずっと入ったこと全然見てなかった、難しかったん、子供の頃にね。それがいつ2年ぐらい前か、急になんか見たくなって、それからスターウォーズハマって、うん、スターウォーズも好きです。だからいろんなジャンル見るね、うん、でやっぱりね、最近の映画いろいろ見て、あ、面白かったな、良かったなって思うのあるけど、やっぱりね、昔の、70年80年代の映画とかは好き。あとあれ好き好き、古いやつ50年代だけど、ローマの休日、オードリー・ヘップバーンのすごい可愛さとね、古き良きローマの、うん、あの光景が好きでね、まあ、3つぐらい言ったけど、めちゃくちゃ映画言ったけども、かなり古い系の映画が好き。 007 も好きよ、もちろん。そんな感じでいろんなジャンル好きでいろんな映画見ます。でも古い映画の方が好きですね。うん、最近の映画を見たらね、あ、面白かった、良かったで終わってまうねん。記憶に残らへん、記憶っていうか、なんか印象に残らへんの映画が多いね、今のは。うん、はい、ということです。またあの映画の話していきたいと思います。で、最近何を見たかって、ね、変態仮面2見ました。面白かったよ。うん、あれね、ヒカキンさんと瀬戸康史さん出てた。面白かった、面白かった。うん、はい、で、次、アスカアスカさん、自分は馬刺しを一度食べてみたいと思ってるんですが、あっちゃんはそういうものを食べたことありますか？もし行ってみたいお店ありますか？まあ、もしくは、馬刺しめちゃくちゃ美味しいよ。うん、あっちゃんハマった。うん、あの馬刺しね、福島県の会津の、会津番下っていうのかな、のところに馬刺し屋さんがあるんだけど、うん、でね、あの何の話やったんかな、なんかの時に馬刺しを、あ、そうやん、お父ちゃんとこ、福島の、お父ちゃんの実家のとこ行って、でお父ちゃんと話してて、お酒飲みながら、でなんか、うん、私肉とか食べるのかみたいな話になって、いや肉大好きですよっていう話で、馬食べたことあるかとか、いや馬は食べたことないですねって言ったら、こっか車でちょっとかかんねんって、1時間半か2時間ぐらいかかんねんけど、会津のとこに馬刺し、あ、こう名物や名産やねん言って、で食べるかって言うから、あ、美味しそうですねって言ったら、分かった分かったって、今度あの奈良行く時買って行ったるわとか言って、うんって言ってたら、弟に買いに行かせてくれたんかなんか知らんけど、次の日、あ、私こうできたぞって言って、うん、置いてくれて、一緒に飲もう言って、馬刺しで飲んだね。馬刺しとたてがみとかいろんな部位を出てくれて、でね、うん、あっちゃん、みきちゃんとドライ福島ドライブしてたよ。ほんでお父ちゃんと弟と弟で買いに行ってくれたんかなんか知らんけどね。それで初めて食べて、うん、であれなんやろ、ちょっとごまちゃうわ、なんか味噌みたいなんとごま油と足したみたいなのかな、ちゃうわ、ごま油と忘れた、なんかそのタレがあんのよ、うん、それもついてくる、ちょっと辛味噌みたいなやつ、それつけて食べね、めっちゃ美味しい、馬刺しはおすすめです。はい、で馬刺しのお店はね、やっぱりね、会津の番芸しか食べたことないけど、熊本かなどっかも馬刺し有名やねんね。うん、だからそれも知らんかってん、馬刺し自体がね。だから家帰ってきてからネットで調べたら、熊本にも名産あるんやと思って、でまた次お父ちゃんこっち来るときにね、いつもあの高速道路ずっと来んねんけども、番芸で降りて買ってきてくれて、持ってきてくれて、うん、だから3回ぐらい食べたかな、馬刺し。美味しかった。うん、また取り寄せしたいなと思ってんねんけどね。うん、お店はね、どこが美味しいんか分からへんねん、行ったことないねんけどね。うん、馬刺しはぜひ食べてみてください、美味しいです。うん、で赤身でね、ヘルシーやしね、いいですよ。うん、フラットエビさん、はま寿司行ったやつ、動画内ではくら寿司とか言ってるし、親と言ってるのに友達とか言ってるし、全くデタラメだよね。たまに自分で嫌になりませんか？はま寿司行ったやつ、くら寿司って、あっちゃん言い間違いはよくします。うん。だから、月、3月やね、2月言ったりとか、なんだ、ローソン、セブンのスイーツローソン言ってみたりとか、逆やったっけとか、ロッテリアでマクド言うたりとか、うん、ロッテリアでマックシェイク言って注文したこともある。
それぐらいね、ちょっと大ボケちゃんなんです、あっちゃんは。うん。だから、その辺は別に気にしてもないし。で、親とはね、行ってないよ、はま寿司。この前の動画でみんな、親と行ってる、親と行ってるけど、あれは友達でございます。うん。で、うちのお母ちゃん、なんていうかな、外へ出るのが嫌がるから、なかなか外最近行かへんねんね。で、もし行ったとしても、左半身不随やから、左手は下がったまんまやから、あんな感じに映りません。うん。みんな勝手なこと言って、嫌にな、でたらめ、人のことね、逆にフラットエビさんに聞きたいねんけど、人の動画見てね、でたらめ行ってね、でたらめ行った人に乗せられて、そうやって行ってね、自分のこと嫌になりませんか？あっちゃんもしそんなこと言って、自分がそんなこと言ってたら、自分のこと嫌になって、生きていくのは嫌になっちゃうけどもね。うん。だからね、前回やったかな、生きてて恥ずかしくないですかっていうことの質問もあってんけども、本当にね、人のこと勝手にそうやって嘘話を信じてね、うん、そうやって想像で人に物を言って恥ずかしくないですか？あっちゃんは恥ずかしいです、そういう生き方。うん。まあ、そういう生き方もありかわからん。なしとあっちゃん否定せえへんけども、あっちゃんはそういう生き方はしたくないです。はい。次、さやかさん。未熟者ですが、質問と提案です。まずご提案から、質問コーナー1で、ピュアちゃんのことを心配してくれてる人のために動画を出したとのことですが、そのようなお考えであれば、動画の最初や概要欄に、ピュアちゃんの動画をやめますと言ってましたが、心配してくださる方、見たい方がおっしゃってるので、コメントが多かった、多数あったので、出させていただきます、たいと思いますとの断りを入れてみてはいかがでしょうか。あっちゃんが言ったことと、行うことに矛盾を感じている視聴者さんからのご意見があれば、ピュアちゃん、あ、ちょっと待ってね。はーい。もう届いた。はい。はい、うん。どこまで読んだかな。多数あったので出させていただいて、視聴者さんに行けばあれば、ということに矛盾を感じている視聴者さんからのご意見があれば、ピュアちゃんの動画だけでなく、すべての動画に言えることなのではないかな。ありがとうございます。せやね。うん。いつも、あっちゃんね、臨機応変に変えるタイプ。言ったことをすぐ変えるってよう言われるけど、そうじゃなく、臨機応変に変えるのがいいことやってあっちゃん思うから、別に今悪いことはしてる気はないねんけども、そうやってやっぱりね、矛盾に感じてる人がいてるっていうのはね、あっちゃんの中ではないことやからね、言われないとわからんことやから。うん、そういうことですね。うん。はい。ちょっと配慮に欠けたかな。ごめんなさい。うん。だから、うん、せやね、そうやってテロップ入れるっていうのはいいかもわからんね。はい。今度から気づいたらやりてはやります。ありがとうございます。はい。で、質問です。私も初期の頃からチャンネルを拝見させていただいてす。はい、わかってます。さやちゃんね。はい。わかってますよ。はい。コメント久々やね。はい。あっちゃんが面白おかしく思うことと、世の中の人が面白おかしく思うことって違うと思うんです。確かにそれね。うん。はい。原点に戻るあっちゃん流が初期の頃の動画は賛同できることが多々あると感じましたので、感じましたので、私もあっちゃんのファンになりました。つまらないものですが、贈り物させていただきました。つまらんもん違う。いいもの送ってもうたよ。ありがとう。ちゃんと覚えてるよ。うん。はい。チャンネルの好き嫌いがあるのは当然ですし、もしもあちゃんが、路線を変えたいのであれば、万人受けは難しいと思います。反対意見のコメントを少しずつ良いコメントが増える方向に向けていくような動画が上がればいかがでしょうか。やはり難しいのでしょうか。あちゃんねるがエンターテインメントならなおさらだと思うのですが、うん、あっちゃん変えていくっていうのはね、原点に戻すとかいうのもね、すべて元に戻すって意味でもなく、最初ね、あっちゃんは自分がやりたいチャンネルをやる。で、自分が楽しければそれでよし。っていうチャンネル方針でやってきてね。それが最近ちょっとね、いろんな人の意見聞いて、あ、そうだな、そうだなって自分で自分がブレてるところがあるんでね。それを戻そうと。まずだから人の意見は確かに聞く。聞き入れた中で新しくね、あっちゃんが改善しないといけないことは改善していく。中でやっぱり自分がやってきて楽しいな。やってて楽しくないな。っていう動画があるんでね。で、初期の頃ちょうどね、さやちゃんが、見てくれてて、ライブとかも来てくれてた頃って、ほんまに自分が楽しいことをやってたね。
うん、その中で、去年の夏ぐらいかなからちょっと急激に、ね、もうあの何かわからん叩かれるようなことがあった。であっちゃんの過去のブログを拾ってきて、過去は過去、あっちゃんは持ってんだけど、もしね過去犯罪者であろうが今更生してちゃんとしてる人があったら、元犯罪者っていう目で見ないっていうのがあっちゃんやねんね。でもあっちゃんが昔に変なブログしてたからって未だに言う人がいてる。じゃあ今のブログをしてるわけでもなく、うん、まあ、しててもね、でも今のあっちゃんねるを見るんじゃなく、それを見て色眼鏡であっちゃんのことを見る人が増えてきた。だから悲しくなってきた。で気にはしてないやんけども、気にはしてないけど、やっぱりそういう言葉が出てくると、うん、なんか色眼鏡で見てるんだなって、この人たち何言っても無駄だわってなってきて、やること出すこと楽しくなくなってきたね。だから初期の状況に戻す。だからもうあっちゃんはそういうことも気にせず、自分なりに楽しいと思うことやっていければいいんじゃないのかなって思ってきた。で万人受けせえへんのももちろん分かってる。だから、あっちゃんいつも言う通り、面白いと思ったら見てくれればいい、面白くないと思ったら見なければいい、ね、せっかくそうやってねファンになってくれた、昔から見てくれてたのに、あっちゃんの過去を誰かがほじくり返してきたものを見たことによって、色眼鏡であっちゃんを見るような人やったら、もうそうやってわざわざねあっちゃんのこと見んのが、気分悪いとか言いながら見てくれねえたら、もう見てくれなくても結構ですって、自分のためにね、あっちゃんが見るのじゃなくね、そうやって気分悪いもんわざわざ見る必要はないと思うねんね。だからもうそうやってみんなが楽しめるチャンネルであればいい。そのことをコメント欄に書くことによって、知らない人まで嫌な気分になる。そんな悲しいことするんやったら、もうそういうね余計なこと言う人は排除していく方向になってくる。でもそうやって人を排除することによって、あっちゃんの心がすさんでくる。だからもうなんか嫌だなって、だったらもうコメント欄荒れようが何しようが仕方ないわって、荒れる人は荒れたらいいじゃんって。で荒れた人の嘘話に付き合って、そんな昔話とか嘘話に付き合って、でそれであっちゃんのこと色眼鏡でしか見れない人やったら、それでいいじゃんって。もうあの人それぞれやから、だからあっちゃんはあっちゃんなり自分のやりたいこと好きなことやったらいいわって。だから初期の状況に戻すっていうのはそこやねんね。そんな感じに、あっちゃんの言葉が通じない人はもうね、せっかくファンの人がね最近離れていったとか言う人もいてるけど、そうやって離れていくなら仕方ない。で新しく見てくれる人も増えてくるっていうことで、結局ねアイドルのファンも一緒やねんけどもね、いくら好きな人をずっと好き好き好きって言ってても、人間の心って変わるから、また違う人が好きになったりとか、長らく見てたら飽きてくるってこともあるからね、離れていくのは仕方ないことやってあっちゃん思ってんね、うん。だから今現在、今あっちゃんを楽しめる人は楽しんでください。で飽きた人は離れていくのは自由ですって。だから来るもの拒まず去るものを追わずっていうのはそこやねんけど、だからね、昔から見てくれてて、あっちゃんのことすごい応援してくれてたのに、最近なんかあっちゃんおかしいって離れていく人おるけど、どう思うんですかって言う人おるけど、いや、仕方ないと思う。あっちゃんだってそうやもん。昔から、だから言ってみたら、誰にしよう。まあ、おにゃんこクラブの新田 A ちゃんが好き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 って言ってても、ね、途中で、うん、いや、やっぱ深田恭子ちゃんが好き好き。うん、いや、深田恭子ちゃん言ってても、ね、大島優子ちゃんが好き好きってなる場合もある。まあね、その、そういうね好きな女性像っていうのが変わるっていうのはもう一緒で、うん、だからそうやね。だから今あっちゃん桜井翔くんが好き、山田涼介くん好きって言うけど、実はマッチさんが好きやね。マッチさん嫌いになったわけじゃないねんけども、マッチさん好き好きって思っててもやっぱりね、桜井翔くんが好きになったりとか、うん、ってなるでしょ。それと一緒で、あっちゃんねる好きすぎて見てくれてた人も、あっちゃんねるじゃない面白いチャンネル見つけて離れていくっていうのも仕方ないことやと思う、うん、それが人やもん、うん、いつまでも同じ人が好きになることもない。食べ物でもそうやね、ステーキが好き好き好き言うとても、今日は違う、今日は違う、毎日ステーキじゃなくたまにはお寿司になったりとかするでしょ。そんなんも一緒で、うん、とかあっちゃんみたいにね、エビフライ大好きでも、外でたらエビフライしか食べへんな人でも、アレルギーになってエビフライが食べられなくなるって言ったら、ね、分かりやすいかな、分かりにくいかからんけど、ね、あっちゃんのこと好き好きやけども、そのアレルギーになって言ったら、昔のブログを知ったがために、あっちゃんのこと嫌になって、アレルギーになって離れていく人もいてる。仕方ないことやと思う。うん、だからそれと一緒で、来るものを拒まず去るものを追わずっていうのは変わらないと思います。うん、そんな感じでね、あっちゃんはあっちゃんなりにやるのが、そうじゃ、いいんじゃないのかなと思う。だからコメントがいい、コメントが増える方向、そらそれの方がいいね。見てくれる人も嬉しいね。でも反対意見っていうのもやっぱり必要大切なもんやと思う。ただやっぱりね、人として、反対意見書くのでも、言葉遣いっていうのがね、
いくらいいこと書いても汚い言葉遣いで書くと、あっちゃんだけじゃなくね、他の周りの見てくれてる人まで嫌な気分になる。せっかくええこと言うとんのにもったいないってなんねんね。うん、だから、ね、やっぱり人としていくらね、匿名性のネット掲示板、ネットのコメント欄としても、そう、人として守らないといけないことは視聴者さんも守らないといけないと思う。うん、だからそういうところでね、ひどいコメントが減るっていう方向じゃなく、ひどい言葉が減る方向にはやっぱしていきたいなと思います。はい、まあね、さやちゃんも昔から見てくれててね、分かってくれてると思うから、はい、あっちゃんは昔と同じこんな感じなんやけどね、うん、変わったって言われてんやったら変わったんかも分からへんねんけど、まあ変わらない人はいてない、世の中変わらないものはないからね、どう思うんだけど、それでも見てくれてるっていうことは嬉しいな、ありがとうございます。はい、兄さん、最初の頃と路線が変わったのって、誰かのアイコンでショートパンツに足パカーンって広げてる写真が、最初はエロ路線だったの、なんやろね、最初ってことない、最初はね、最初 YouTube の最初の頃はね、楽しければ何でも OK って感じで、ブログはね、ああいうね、ブログもやった時期もあるし、だから結局ね、さっき、さやちゃんの質問のところにも答えたけども、昔犯罪者やった。でも今は犯罪を犯してない。その人を未だに犯罪者、犯罪者っていうのはちょっと違うと思うんでね。だからそういう昔話で、昔がどうやった、こうやったっていう色眼鏡で見ることによって、正直見えるものが見えてこないと思うんでね。それでもそういう目で見たいという人はそういう目で見たらいいと思うし、そうじゃなく本当のあっちゃんが見たいと思ったら、今現在、今日の動画のあっちゃんが今のあっちゃんです。まあ、正直言ったら今日の動画のあっちゃんは昨日のあっちゃんやったりする場合あるんだけどね。で、昨日のあっちゃんと今日のあっちゃんはまた違うからね。だからそういうね、人を見るときにどこを見るか、そこは見る人の自由やからね。だからそれ何とも言わへんけども、まあ自分が面白いと思う見方をしてくれればいいと思います。はい。答えになってないかな、なんかよく分からなってきたね。はい。MM さん、ピュアちゃんの動画はこれからアップしませんと断言していましたが、なぜ次の日にアップしたのですか、次の日やったかな、そこも覚えてんけど、好感度狙い、ネタがつきたから、見てて不思議な気分になりました、今まで散歩をしてあげなかったピュアちゃんがかわいそうと思いました、暖かくなったら散歩行こうかなっていう、あなたってあなた言ってたけども、春夏秋冬関係ないから、はい、ね、やらへん言うとってもやるっていうのはね、まあ世の中ようあることやけど、それはね、臨機応変に物事を考えられるっていうことやねんね。だから、ね、もうだるいからやめとくわ。で、明日になったら、あ、でもやっぱり、みんなと言ったら楽しいし、行こうかって変わることもある。それと一緒。だから、世の中ね、言ってて、それを一貫性を通すっていうことが正しいことじゃないってあちゃんは思うねんね。だからあちゃんはそういう生き方してます。あちゃん流でございます。はい。で、ね、別に ネタが尽きたとか、好感度狙いとか、そんなんない。ピュアちゃんの散歩は、まあ、ね、できるときはやってたね。で、できるときはやってたけども、動画に残してなかったりもしてる。で、今もそうやね。毎日毎日動画に残してるわけじゃない。毎日カメラ持ってね、近所うろちょろしょった変な人やからね。だから、時々、何日かに一回、動画回しながら行ったりとか、であっちゃんが行けへん時はヒカルがね行ったりとか、子供が行ったりしてるからね、だから、動画撮れてない時もあったりもする。で、雨の日は散歩連れて行かへんから、屋上はね、屋上全体ね、こう型屋根ついてるから、屋上で離して追っかけたりして遊んだりもする。そんな感じに運動させてるからね、で、暖かくなったらね、散歩連れて行こうかなっていう感じ。散歩ね、連れて行かんでも屋上で暴れさせとったらね、それである程度運動になってるからね。言ってみたらね、檻の中にいてる動物園の動物なんて狭い中で運動もできへん。だから虐待か、そうでもないでしょ。だから檻の中、屋上の中で、暴れさすっていうのもね、またそれも運動の一つやからね。まあ散歩させてあげたらね、街見えるし、いろんなワンコの友達できたりとか、いいことやねんけどもね。だからそんなんで、散歩させるにもね、あっちゃんの体調次第っていうのもあるからね、あっちゃんの体調でやってます。そんな感じでございます。で、あっちゃんだけじゃなくね、お父ちゃんも散歩させてくれたら、散歩中かね、運動させてくれたりもしてるからね、その辺またね、あっちゃん一人でやってるだけじゃないんでね。で、すべてを動画にしてるわけじゃない。それみんな勘違いしてるんだけど、あっちゃんの生活すべて動画にしてるわけじゃないから、動画にしてるのなんて生活のごく一部やからね。すべて出す必要もない。すべて出してたら、あと1日ね、30本ぐらい動画増えるかもわからんね。で、1日30本も動画増えたら、編集する間がなくなってくるね。そんな。だからみんなね、動画、たった、あっちゃんの動画、1日の動画全部繋いで見てみて、何時間かかるか。
ほんの2時間ほどやと思う。24時間のうち2時間見て全てを知れるわけがないねんね。そこみんな勘違いしすぎでございます。はい。で、次、あゆかなさん、あっちゃんこんにちは。こんにちは。はい、初期の頃の質問を答え動画か何かで、休日の外出はみんなで必ず行くのが中村家の決まりですとあっちゃんはおっしゃってました。今でもその決まりは継続中ですか？今もね、やっぱりね、子供も中学3年生になったら勉強とかもあるしね、友達の付き合いもあるしで、それはしてない。でも子供でね、まだ言ってみたら小学生の頃とかはそんな感じで、みきちゃんが言ってた頃もそうやね、みんな家族で行こうよっていうの、家族でお出かけしようっていうのが決まりやって、だからそれはもう、日曜日に限る、休みの日だけやけどもね、平日とかそんなことない、みんなで行かれへん時もあるけども休みの日はできるだけみんなで行こうよっていう、家族仲良くしようよっていうのがね、ある意味決まり事みたいなもんやねんけどね、暗黙の了解みたいな感じで。だからあっちゃんが子供の頃もね、うちお父ちゃんお母ちゃんもね、家族全員でお出かけしてた、で友達はね、よう聞いてたら、親買い物とか行く時、おいついていかへんよってみんな言うねん、なんかよ、変か変やなって思ってて、でもあっちゃんはその家族全員でやっぱお買い物行ったりっていうのがね、やっぱ家族の決まりみたいな感じで育ってきてたからね、だからそんな感じ、そんな感じ。今はだからね、まあ子供も大きなってきたし、子供は子供でいいんじゃないのかなって思うようになってきた。やっぱりね、男の子も、男の子はね、子供もやっぱり中学生になってきたらね、またいろんな友達の付き合いできてきたりね、また好きな女の子ができたりしてたらね、そこまで干渉してあげるのはかわいそうやからね、でも冷やかして言うよ、彼女できたんかとか、あの子どうやとか言ってね、そんな感じでね、家族、まあ、結局決まりやないやから、決まりっていうかもう暗黙の了解で家族が仲良くできるのがベストやからね、だからそういうところです。ね、ある程度決まりっていうのも必要で、でもその固い決まりはいらんねん。だからご飯食べるときはみんな一緒に食べるとかね、一日何時間はみんなで喋るとか、一緒にお風呂入る、週に何回かは一緒にお風呂入るとかね、そんな感じでね、ある程度の決まりみたいな暗黙の了解決めてね、子供とかと接していったら楽しいんじゃないのかなってあっちゃんは思います。そんな感じです。あかねにかさん、こんにちは。こんにちは。はい、あっちゃんは自己嫌悪とか自信をなくすことってありますか？コメント欄であっちゃんの生き方や考え方を批判している人が多いけれども、自分らしさを保ち続けられるのはどうしてですか？私もよく自分のことをダメ人間だと落ち込むことが多いので聞いてみたいです。今まではよく自己嫌悪に陥ったり自信なくすことがありました。で、会社の代表をしたんね、2000年から。その時に自己嫌悪っていうのは何だろうってちょっとふと考えたことがあって、で自己嫌悪っていうのは自分で自分が嫌になることやねんね。で、自信なくすことも自分で自分の信頼信用をなくすことやねんね。っていうことは、そうしなければいいだけのこと、周りはそう見てんのか見てないのかわからない。だから言ってみたら、代表になってね、自信がなかったん、はっきり言って、ね、会社一つ回せるかなとか。やけども、そこで自信なくすと、やっぱりその社員とかみんなもやっぱり不安になってくる。だから自信があろうがなかろうが結果は一緒やねん、ね、もしこれができるかな、できないかなって思ったところでやらないと結果は出てこない。だから、よしやるぞって気持ちになって、私は失敗しないんだって気持ちになってやると、自信が、根拠のない自信があるから成功しやすいね。でも失敗するかも、どうしよう、もし失敗したらなんて思っておどおどしてると、やっぱりね、結果も伴ってくるっていうのが、ね、気づいて、それやったら根拠のない自信で何でもできるできるでやっていったらいけるんちゃうんって思ってやりだした。だから自分に自信がなくなることはそこでなくなったり、自己嫌悪もそうなの。これやって、あ、やらかしたとか言っちゃった、だからどうしようってくよくよ思うのやったら、まず体でごめんなさいって言ったらいいだけのこと、それで気分悪くしたってどこって聞いたらいいだけのこと。だから自分が自己嫌悪に陥るんやったら、それの原因を探求するようにしたら、自己嫌悪にも自分で自信なくすこともなくなった。逆に言ったら、自分で自分を責めることがなくなった。で、そうなってくるとね、今度ね、一つ芯が持ててくるね。自分が一番正しいんだって、自分のやり方でやってたら、ね、言い訳ができへん。もし他人のことを聞いてると、他人が何とかした方がいいよって、あ、そうやな、そう思った、そうしようってやってしもって失敗した。なんや、あいつあんなこと言って、やったから失敗したやんって、責任転嫁ができるのね。
でも自分で決めた、もし自分で人が何言おうがこのやり方やんねんって思って成功したら自信になんねん。ほら自分やった言うたことが正しかったやんって。でもそれで失敗した、自分がやったから誰も責められへん、自分しか責められへん、じゃあ次どういうやり方をしたらいいんやろなって考えられねえね。でも人のアドバイスとか人からこうせえああせえ言われたことを聞くと失敗した時に責任そっちに持っていってしまうね。あいつ言うたから失敗してへんって、ああ自分なんも悪くないもんってなってるから嫌な人になってしまう、なんかできへん人になってしまう、ね、だから自分に自信を持って自分の芯一本パソンと通しておいたらそれに沿って自分が自分なりに考えれるだけのこと。だから自分一本線を通してたら平気でその線から越えようが何しようが自分の責任できるけど、線のない人って人に言われてフラフラ、あこの人に言われてフラフラってなってたら線保てへんから自分がなくなっちゃうのね。だから一本自分の筋パソンと通しておいたらそこから線からどう分かれようが自分のやり方やからね。線っていうのはまっすぐじゃなくここで折れてもいいからね。それも自分で決めることって考えて言ってみたら全て自分で責任を取るっていうね。だから他人が何言おうが他人に謝れって言われようが謝る必要もない、自分が悪いと思えば謝ればいい。で他人がああせいこうせい言っても、それが本当に正しいかどうかは自分で考えてやろうと思えばやればいいし、あやってもこれは意味ないわと思ったらやらなければいい。だから他人にね惑わされるほど無駄なことはないっていうふうに考えたら自分がダメなこととか落ち込むことってなくなってくんね、うん、だからもしそれでもスランプはあるよ、自分でやって失敗した時スランプに陥る場合もある。でもそこでスランプに陥ってああどうしよう昔あんなことせんだよかったって思うんやったらそんな時間を次何をしたら成功するかなっていう考え方に変えていくの。前を見ていくの。後ろ見てもね過去を見てもね変えることができへん。過去でやった過ちは二度とせえへんっていうね、芯の持った考え方さえあれば、それをもとに次何をすればいいかっていうことが決まってくるね、勝手にね。だからそれに向かって自分が変わればいいだけのことやから、そうやるとね、そういう考え方するとね、自分がダメ人間とか落ち込むことってなくなってくるね。自分に自信が持ててくるね。だから根拠のない自信を持ちましょう。で、有言実行、人にあんなことしたい、あれしたいって言ったらいいね。ほんだら自分で言ってもうたからシャナシャナになってくる。で、でけへんかってもいいやん。自分で決めたことやねんもん。できへんかったら自分がやりたらんかって、またもうちょっとしたらいいわって。人に言ったことしていれへんって言われたところで、じゃあお前何してんねんって気持ちでいいねん。だから自分は自分でいいねん。だから他人は人のことを言いたがるけど、自分はね、本人は人のこと言わないでいいねん。自分のことだけでいい。他人がどうことであれ関係ないから、関係ないところに無駄な時間過ごすんやったら、自分のこと考えてればいい。だから自分がでいいのよ。だからね、あかねにかさんも、自分のことを考えて、自分に自信持って、根拠のない自信持って、突き進めばいいです。で、失敗したら失敗したとき。また、失敗して、投げ捨てた終わりやけど、失敗したら下でリカバリーできるから。だから、失敗して得た経験と、失敗を恐れて得ない経験やったら、失敗して得る経験の方が絶対将来有効になるからね。何でもやることです。で、自信を。いつも根拠のない自信を持つこと、はい、です。楽しく生きられます。それで。あっちゃんはそうです。はい。ということで、ただ急便来たからね、オフタイム、ロスタイムがあるんで、今、ちょうど今ぐらいでいいかなと思います。はい。では、2017年第3回3月のあっちゃん質問コーナー第11弾、この辺で終わりにしたと思います。では、またね。バイバイ。